曲を募集しよう。なんて、ご本ちっちゃいのちょこちょこ上げてください。あ、はい。はい。ダメですね。やって。あ、こっちに。はい、お大事なさってください。やれるで、これでもいい。ごめんごめんごめん。嫌だった。嫌だったね。嫌だったね。ごめんね。嫌だったね。ちょっとごめんね。じゃあ、高山椒醤100の2分で、2つ使ってやってもらって、はい、さあ、大きいのあげる。じゃあお座りしちThank you.
まだでもそれ言うと1週間だよね。そうですね。2日に1回ずつで、あ、飲み薬の話だけど。1週間。え？違うか。2週間か。もう7回分使ったんだね。そうです。年内もう一回は来てほしい。あ、年内。だから、はい、全然開発ないじゃないですか、今。いい感じで来てるから、はい、1週間ぐらい先に。はい。その辺で29か30か。そうなんですよね。それからもう一個前の27か。はい。その辺で来週。わかりました、なんとか。なんとかちょっと来てる、はい。それは一応2週間出してみますからね。はい。1日2回飲ませる薬と、はい、2日に1回飲んでる。で、はい、あの2日に1回飲んでるステロイドの量なんですけど、はい。あの吸ってるだけでも下げますんでね。あ、はい、わかりました。だから今飲んでる、フェルイゾロンテの飲んでもらってるんですけど、はい、12.1mm 今飲んでます、はい、2日に1回で今回は 8.6mm、はい、ちょっと下げますんでね。わかりました、はい、これでプレイ入れといて。なんかそのステロイドの飲み薬の方は本当2日に1回だろ、あのなんか印つけといてくださいね、カレンダーに。はい、わかりました。はい、毎日飲むのは忘れないと思うんだけど、2日に1回飲んで。そうですね、ね、17日だけ飛ばしちゃって、そうそう、だからそうならないように、であと耳も一緒ですね、あの、はい、コルタバンス、コルタバンスはね、はい、2日に1回、それ以外のはもう毎日ね、はい、あの黒でケチね、軽く拭いたりとかさ、はい、あのシルキなどはね、はい、毎日やってくれるんですね。さてと、飲み薬のステロイドとコルタバンスは一緒になってもいいんですか。いいです、いいです。あ、はい、うん、あの同じにしておいてください。あ、わかりました。入って、はい、その方がより効果的だと思いますけど、ステロイド使わない日は、はい、両方とも使わないですね。はい、オッケー。あ、ちょっと白内障はあります。だけど光はまだ目の奥、網膜まで到達します。目薬ってしてましたっけ。目薬はあの普段はしてないです。してない、はい、1日2回目薬にしてもらっていいです。あ、わかりました。これ人間のやつで、はい、老人性白内障の進行性の薬、あの、はい、なんだっけな、ピレノキシンってやつ、これを1本出しておきますから、はい、あ、はい、1日2回点検しておきます。はい、もうなんかね、見る角度によったら白内障気味だもんね、うん、なってきます、ほら、どうしても。そうですね、辛いですからね、ほんと。なんかこう、じゃあ、コルタバンスもあれ大きいからたっぷりあるし、シルキナもまだありますよね。あります。シルキのやつもまだありますしね。はい、あります。じゃあ飲み薬を一応2週間とこのカリウミっていう目薬ね、はい、ピレムキシンか、はい、キシン出していきますから、1日2回じゃあちょっと薬が増えますけど。はい、わかりました。はい、じゃあいいですよ。はい、かけすぎじゃないちょっと
待合室でめっちゃ食べてた。はい、じゃあ申し上げてください。で待合室でちょっとあります。すっかり覚えちゃって、なんかお散歩の時も意外に覚えちゃって大丈夫だ。